兄弟式カード兄弟式カードとは、情報カードの一種であり、B6 版のサイズのカードのことである。兄弟型カードとも称す。兄弟型カード以前の日本における、情報カードとしては、輸入品ではあったが、明治時代から存在していた。ただし、使用されたサイズとしては5、53インチのもの、大学や研究所で使われた64インチ、85インチのものが中心であったという。 情報カードはもともと研究者などがメモや論文執筆の準備などの情報整理に用いていたが、梅沢忠夫が著書、指摘生産の技術で紹介して以来、研究者以外にも使用する人が現れるようになった。どんなサイズのカードが研究開発の手助けとしてベストかというのは梅沢のアイデアである。また、梅沢の下で秘書を務めた藤本真澄が 知的生産者たちの現場で、その使用の現場の楽屋裏を描いている。提唱者の梅沢忠夫は、第二次世界大戦後、自身のモンゴル遊牧民の研究に過程において、カードにより膨大な資料を整理することを思いつき、闇市で購入した紙を裁断して、カードを作成したという。この方法は、次第に梅沢の研究仲間に広まり、使用法などが宣伝されていったという。 梅沢は、桑原武雄が主催した、フランス百科全書の研究において、共同研究者に配布された B6 版のカードをもとに、図書館用品の専門店に、兄弟型カードの原型となるカードを設計し、発注した。梅沢の注文に応じ最初のカードを、作成していたのは、京都市左京区にある、マシオ・フミナお堂という文具店であったが、梅沢の著書によりカードの存在が、 交換に広まったことにより、大手文具メーカーから発売されるようになったという。現在は、コレクト株式会社から、同名の製品が発売されている。このカードの名称は梅沢自身が名付けたものではなく、知的生産の技術出版以降に、第三者によって名付けられたものである。梅沢らは、B6 カードと呼んでいたようである。ありがとうございます。